ブースだぜ。ファンクラブのブスどもだってこのマンションの場所は知らねえんだからさ。非常識で下品で低モラルで厚顔無恥なカス芸能人がちょっとテレビに出たからって偉そうにするんじゃないよ。恥を知れ恥を。自分一人で大きくなったような顔しやがって世の中。うわっ、カスに蹴られた気分はどうだ、こクソババアが。胸クソ悪い香水プンプンさせやってよ。下品なのはてめえの方だよ。からね、私の息子は優秀な弁護士なんだ。お前みたいなちっぴらなんかひとひねりだよ。聞いてるのかい若造。おばあさんはショック死ですね。心臓発作によるものと。念のために司法解剖に回しとけ。こいつ有名人だって。週にテレビのレギュラー番組7本も掛け持ってる超売れっ子コンビのコメディアンですよ。笑っちゃいますね。こいつらの売りネタって死人ネタなんです。これじゃあ笑いも取れねえ。客泣かせの芸人だな。あのおばあさんに悪いことしちゃった。